俺が行こう。強さの秘訣のお裾分けだ。私の番ね。僕の番だね。よし、俺が行こう。私も手伝うわ。クラッチスマッシュ。私の番ね。ああ僕の番だね。ベビーThank you.
俺が行こう。私の番ね。これで一緒に頑張りましょう。僕の番だね。Thank you.
教授たちは一体どこに。タクマは何か見つけたか。いや、特には。そっか。俺、私はもう一度校舎の周りを見てみようかし。それに、みゆきちゃんとハル君の様子。俺はお前の後ろをついて、電波もつながらない状況で。だから、早く。みんな、お腹す。今気にすることか。でもそれ大事だよな。腹減ってると冷静じゃいられなくなるんだ。お腹が空いたら悲しくなるな。だから早く見つけてやって、食べ物いっぱい食わしてやろうぜな。この辺りに獣の匂いがするのよ。敵が潜んでいるっていうの。まだ敵か味方かはわからないわ。でもこの匂いの主、この辺りに何かいた痕跡。痕跡？そんなのどこにもねえぞ。カメラで見ると何か映り込むかも。タクマ、見て。うわあ、すごい数の獣の足跡だ。痕跡はこの奥、祠の方だ。おい、タクマ、祠の中から何か声がするぞ。怪物かもしれないな。注意しながら近づいてみよう。おい、まさかこの中に入るのか。もしサキさんたちがいるなら助けないと。行きましょう。おう、こっちだ。ついてきて。教授、無事だったんだ。いや、どう見ても無事とは言えねえだろ、これ。何があったのかしら。教授、あんなにボロボロになって倒れてるなんて。おい、あれ、本当だ。敵か。今こっち見られたぞ。ごめん、今僕が大きな声出したから。いや、どっち。問題はこいつらが悪者なのか、ファルコモンやアグモンみたいに会話ができるやつか。こいつらはどうなんだ。おい、どうだ、この人間のジジイ、まだ息あるか。どうだかな。どうでもいいだろう。それより、ファングモン様になんて報告を。おい、喋ってる。話せそうだぜ。一人で行く気か。危険すぎる。僕も一緒に行くよ。大勢で行ったら警戒されちまう。ま、いざとなったら助けに入ってくれよ。ハロー、君たち。うぜえな、消えろクソガキ。こいつら口も態度も悪いぞ。俺はその、君たちとお友達になりたくて。いくら口の達者なミノル君でも、彼らと交渉なんてできるのかしら。タクマ、まずいよ。あいつらにはきっと通じないよ。とにかく、こんなジジイはどうでもいい。そうだな、どこに行った。ガキならこっちにもいるぞ。え、よし、じゃあこいつをとっ捕まえて。とりあえず動けないよう痛めつけとく。おい、なんだ。気をつけろ。その声のモンスターは姿が見えない。見えないって、そんなやつどうすりゃいいんだよ。はっ、
貴様らミノルに手を出すな。ファルコも。ねえ、なんだてめえ。ミノル、さあ逃げて。この野郎、人間のガキに味方する気か。大方人間の力を独り占めするつもりだろ。そうはいくか、グロイ。まずい、ミノルをかばってファルコモンが攻撃を。なんのこれ。やばいぞこいつら、やる気だ、行くぞ。おう、こんな時間、やってやりましょう。アグモンたちだけに戦わせるわけにはいかない。何のこれしき。ミノルに手を出させてなるものか。ファルコモン、ごめん、怪我を負うようなことになったの。ファルコモンは俺を責めるどころか。怖い。でき、下を向くなミノル。本来のミノルはそんな臆病じゃない。さあやるぞ。この俺が相手だ。まだ来る気かてめえ。あ、危ない、ファルコモン。ミノル、俺の前に出るとは。ファルコモンを守らなきゃって思ったら俺情けねえな。情けないものか。ミノルの強さも優しさも大丈夫だ。その心意気があるのなら、強くありたいという気持ちがあれば。ファル、強くありたいと願うその気持ち、守ろうとしてくれたその心、俺は嬉。力が俺の力となる。へぇー、いざ参るぞ。
俺が行く。
そうだ、教授は無事か？怪我はしてるけど、大した傷じゃない。ここまで来れば、教授、傷はどうですか？ああ、だいぶ落ち着いたよ。君たちの治療のおかげだ。ありがとう。どういたしまして。ま、救急箱持ってた葵さんのお手柄だけどね。たまたま持ってただけよ。しかし、ここは一体何なんだ？それを聞きたいのは、僕たちもなんですが。とにかく、水も食べ物もありません。敵もアグモンたちが追い払ったし、もう…アグモン…僕のことだよ。あ、大丈夫です。アグモンはその…さっきの連中と違って…そう。僕は人間の敵じゃないから。もちろん、俺もで…私も私も…キュー。そうか。ちょっとその…頭の中を整理する時間…ようやく、やはり、そうなのか。やはり？獣神は、やはり実在した、と。いや、まだ早合点はいかんな。確かな検証を重ね。いっそ夢ならよかったのによ。でも大丈夫だよ。こいつらみんな味方だし。何かを思い出したような、いや、思い出せないような、脳に霧がかかっているような感覚。霧？そう、あれって危険なんだ。そうか、やはりあれが。君たちがこの生き物たちとの共存に疑問を抱いていない点もその影響かもしれないな。俺はそうでもねえし。さあ教授、お水をどうぞ。しばらく休んだら。そうか、ありがとう。校舎、そうか、君たちが。いけない。え、どうかしましたか？これが夢ではなかったのなら。そうだ、あの子たちは無事にあの怪物から逃げ切れたのだろうか。こうしてはおられん。サキ君とシュージ君を助けねば。教授、しっかり。大丈夫？無理をするな。動いちゃダメだよ。助けるって無茶だよ。今はまだ教授もフラフラなんだぜ。それより教授、サキ君とシュージ君って。今はどこにいるのかまでは。最後に見た場所までなら案内はできる。教授もこんなボロボロのフラフラだし、そう遠くじゃないはずだぜ。よし、みんなして二人を探そう。俺は反対だぜ。ですよね。じゃあここでお留守番を頼むよ。だから俺一人置いていく気かよ。とにかく急ごう。無事でいてくれよ。